はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、どこにおるかというと、まあ、四日市市の、どこだか、中川原の、何丁目だっけ？四日市中川、ローソンの、四日市中川原のお店ですね。中川原のローソンのお店と、いうところですね。さあ、今日はね、何をやっとこうかというと、まあ、サブちゃん用です。もう完全にサブちゃん用なんでね、そんなにがっつりと回してどうのこうのっていう感じにはしないと思いますけど、まあちょっとドライブでもしようかなと気分転換がてらにね、ドライブでもしようっていうのでね、ドライブ動画。まあ一応企画名みたいなの考えてるんですけど、正直ね、どっちに行こうか迷ってるんですよね。今これ10月に撮ってるんですけどね。あ、10月じゃない、9月か。9月に撮ってるんですけど、もうすぐね、鈴鹿スカイラインが冬季閉鎖に入るんで、鈴鹿スカイライン登ろうかなと、思ってね、最初ね、車を出し始めてみたんですけどね、そういや、有料道路を走る企画っていうのも面白いかなっていうのでね、面白いというかね、単純にこの前ね、ちょっとね、仕事で、あれどこだったっけ？東浦だっけ？あっちの方にちょっとね、聞いたときに、知多半島道路、なんか、サービスエリアが綺麗になんか変わってたんですよね。ちょうど工事が終わって、みたいな感じの時に、ちょうどたまたまあの辺りを通ったんで、あの辺りとか見るのもいいな。で、ついでにそういえば、いわゆる、有料道路の完全走破の旅、みたいなのを、要は、最初のところから、有料道路の起点から終点まで、全部ね、車で走ってみて、どんな感じなのかなっていうのをお届けするっていうのも、まあ、それはそれである中で、ドライブ系の企画をね、増やしていくのもありかなというのでね、まあ、それこそね、多分ね、がっつりとした企画っていう感じじゃなくて、多分サブチャンみたいな感じで、間でね、いろんな店によってね、もぐもぐできたら、まあ、それではそれで、ショートの撮り高も作れるし、ちょうどいいかな、ということでね。だから、どっちにしようかな、っていうのはね、ちょっとね、正直今も 迷ってるんで、せっかくなんでね、ルーレットで決めようかな、と。だからもう一個ぐらい入れとく？まあ、でも、まあ、そんなもんでいいのか。もう一つなんか、ぶっ飛んだところちょっと一つ入れとく？ 有料道路この辺りを行くんだったら、どこ行くとぶっ飛んでるかな？有料道路なんか一覧みたいなのないかな？有料道路一覧。島スカイライン。でもスカイライン、島スカイライン、この前も行ってるしな。三重県に有料道路ってどこかあったっけ？あと。一般有料道路。いわゆる高速道路と違ってね、普通の有料道路の扱いのところとかってなんかあったっけな？どっかあったっけ？それじゃなくても何？他なんかあるかな？パッて思いつくるところがない。しんどそうなところを一つ入れとく？しんどそうなところ？こっから今から日帰りでパッと行けてしんどそうなところって言うとどこだ？倉掛峠？やってたっけ？倉掛峠あるやろな。あれはしんどいぞ。マジで。自分で今言い始めてみて、ちょっと怖えぞ。倉掛峠は嫌だな。純粋に嫌だな。倉掛峠は、ほぼほぼないようにかな形にしようよ。鈴鹿スカイラインを49、知多半島道路50にしとこう。で、倉掛峠を1%。この比率でやってみよう。この比率でやってみよう。よし。この比率でね、倉掛峠出たらもう諦めて俺は倉掛峠に行くよ。倉掛峠じゃないっけ？306号線のやつ、あれ？倉掛峠じゃない。これ名前間違えてるかな？倉掛峠だ。倉掛峠だよな。そうだね。倉掛峠だね。合ってるね。さあ、305号線か。ですよね。やばいな。あそこに、でも1ですからね。グラフにしてはこれですかね。さすがにこれで出たらね、倉掛峠行くしかないでしょ。まあ朝なんで、まだ間に合うと思うし。あ、で、つらこう。まあ、これで出たらね、あれですかね。さあ、行き先決めよう。どうかな。ちょ、鈴鹿スカイライン、よし、じゃあ、鈴鹿スカイライン行きましょう。よし。
まあ、知多半島道路はね、冬場でも来ますし、もう、鈴鹿スカイラインね、もうすぐ閉まっちゃいますからね。冬季、冬の間はね、通れなくなっちゃいますんでね。うん。ちょうどよかった、ちょうどよかった。よし。じゃあね、まあ、今ね、とりあえずエビ買ったらね、こんな感じでね、パッと買ったところでね、もぐもぐも取って、済ませていこうと思います。しかもその間ももはやカメラを止めずにね、そのままやっちゃいますからね。エビカツバーガーでは、いただきます。ああ。ごちそうさまでした。まあ、こんな感じでぼちぼちと撮影をしながら、やっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。なかなかシュールですよ、今回。うん。まあ、山の方なんで、だいぶドライブ中心になると思います、これね。じゃあ、スカスカイライン、向かって行きましょう。レッツゴー。ちなみにここでどうしようかな。枝に挟み込もうかな。これだけ、もしかしたら、11月ぐらいの動画に、10月下旬か11月ぐらいにこれ挟み込もうかなっていうのはね、まあ今ね、なかなかジレンマを抱えておりましてですね。まあ簡単に言うと、動画のね、撮影と、こう、供給と、なんて言ったらいいの？需要と供給で言うと、完全に供給過剰なんであれなんですけど、要は、こっちの生産数と供給数って言ったらいいのかな？なんかで言うと、ネタ、思いつくネタの数と、実際に撮影できた数と、実際それを編集し終わって投稿できている数が、全く噛み合ってない状況になってましてですね。まあこれなんか一般的には YouTuber さんのところを見るとよくネタ不足、ネタ不足って言われててね。うん。まずネタを思いつかない。ネタ会議とか開いてね、いろいろ大変だよっていう話からですけど。うちね、結構他の動画でもチラチラと喋ってることありますけど、正直言ってネタ帳はもうすでにパンパンなんですよ。ほんと誰かネタやりませんかって言ってね、ネタの一般公開でもやろうかなっていうのでネタにしようかなっていう思えるぐらい。うん。実際ね、2年前にもやばいな、ネタの消化が追いつかなって言っとって、2年前の段階で、なんだったっけ？ 100 個あ、じゃない、100や、8個。煩悩の数だけ、ネタを提案したら一つぐらいは当たるんじゃないかって言って、ネタを108個考えるっていうね、企画を打ち出したことがあったんですけど、うん。あれ、確かね、撮影したけどね、放送しなかったんだよ。あまりにぐだすぎてね、うん。で、それを実際に108個動画を撮ってやるみたいなね、あれで最初撮ろうとしてたんですけど、あまりにも現実的じゃなかったんで、108本の動画。しかもなんて言ったらいいの？ 1 日1本でやったらね、108本になるところなんですけど、うちの場合は1つの企画でね、30テイクですね、とかね、撮影したりするじゃないですか。その1つのシリーズで、何十回でも渡ってやるっていう形がほとんどなので、そうするとね、これ、大変なんですよ。何せね、なんていうのかな。うん。そう、そんな感じなんで、どうやって話をまとめようかな。あ、救急車が来た。ああ、なってるな。どうかな。これ多分、